こんにちは、ベルです。この前病院行ってきたんですけども、なんかね、毎回思うのがね、日々ね、自問自答の日々というか、生き方にまあ正解も何もないとは思うんですけど、それでもね、やっぱりこう比べちゃう、比較しちゃうし、これでいいのかなとか迷っちゃうし、でそれでまあ1ヶ月が経って、まあ、病院へ行って、まあ、先生に話すとね、毎回泣くんだよね。普段過ごしてる自分は泣くことってね、まあ、よっぽど情緒が乱れた時はあるんですけど、もうね、なんかすごい自分の罪を懺悔しに行ってるような感覚なのね。気づかされるというか、自分が何に悩んだりとか、自分が何が辛いと思ったりとかっていうのをうまくこう言葉にして、まあ、先生に伝える。まあね、うちの先生はね、すごくこう認めてくれるいい先生で、話もね、5分診療とかじゃなくて長く聞いてくれる先生なんですけど、それだからね、もう答えはわかるんですよ。こう、私がこういう風にしんどいですって言ったら、先生がよく頑張ってるねとかっていうのをね、褒めてくれるっていうのはね、もう結果は見えてるんですけども、先生のところで自分がこの1ヶ月感じたことを言葉にして出して、先生にこういろいろ言葉をかけていただいたりとかして、自分の気持ちって思ってたより無理してたんだとか、しんどかったんだっていうのをね、すごくね、毎月その1回の診察で気づかされるっていう感じなんですね。だからね、多分ね、その月1で溢れちゃうんだよね。自分が気づいてないぐらいに結構無茶したりしんどかったりしてるっていう。まあ私はどうしても自分自身もそうだけど、人とも比べてしまうし、それが悪いところなのかな。例えば私のね、弟がいるんですけども、2個下の、私もだけど弟も中卒なので、やっぱり男やからね、まあ、仕事とかするのにね、すごいやっぱ苦労して嫌な思いをたくさんしてきたと。しんどい思いをね、それもね、ずっと聞いてきたりとか、まあ、見てきて、職も転々と変えてね、やっぱ高卒大卒って行かなかったことにすごく悔やんでました。まあ私はね、相手のっていうか、その弟でも他人でも学歴って関係ないと思ってるので、まあ、自分自身の学歴も別に中卒でも気にしてはないんですけども、やっぱり男というところで弟もかなり苦労したり悩んだりした時期があったんですね。だけどね、そんな中やっぱり悔しいとか、焦りとか悩みとか不安とか、弟の中で私が多分思ってる以上にすごく抱えてきたんだろうなと思って、それでたくさん勉強もして、資格も取って、今ね、多分誰もが聞いても知ってるような大手会社にね、就職することができたんですね。で、私はね、それを聞いた時にね、まず第一番が嬉しいって思ったんですよ。そう、すごいと、嬉しい、うん、すごいだな、で、すごいって思ったんですね。私も聞いたことある、で、私も使ったことある、すごいって思ったんです。だけどその次の瞬間に、なんだろうな、まあ、私とね、弟はね、まあ同じ環境、まあまあ一応一緒に育ってきて、大人になるまで一緒に育ってきた中で、私はこんな風に今言ったら、精神疾患持って、手帳も持って、生活保護も受けて、働けない状態でこう日々をひひ言いながら過ごしてる中で、弟は苦しいって、きっと不安とかいろんな焦りとかあった中で、私とは対照的ですよね。努力して実を結んだと、すごくね、嬉しい、すごいっ
って思う反面、私の努力が足りなかったから弟と違ってこんな状態になってしまったんじゃないかってちょっとはね思うね。あの弟が妬ましいとか羨ましいとかずるいとか何にも思わない。それは弟の努力で勝ち取ったことだし、けど私が努力不足だったからじゃないのって自分自身を責めてしまって、もうね、もうそれだいぶ数ヶ月前の話なんですけど、もうママの前で大泣きしてね、私が怠けてたからこんな人生なんじゃないのかっていうふうにすごく自分を責めたりもしてましたね。昔からこう弟はね、何をやらしても私より頭いいし、あのゲームもすごいうまいし、あのもう対照的にならないぐらいあのすごいところがいっぱいあってね、あまあそりゃかなわないよなって思うんですけど、まあ、そんなことを先生に話して、まあ、返ってきた言葉がね、基本的に100人いてね、100人の人が他人と比べてね、比較してね、いいことなんかね生まれないと言われたんですよ。なるほどなって、私なんかこう比較することで、あ自分が劣ってるからもっと頑張りたいとかっていう、その向上心につながる比較もあるのかなとかって思ってたから、まあそうなる人もいるんでしょうけど、頑張ってやるみたいな、負けないぞみたいな。でもやっぱり田舎には隣の芝生は青いというかね、インスタとかね、あのキラキラしたのってやっぱ見るとちょっとあーってなるじゃないって先生に言われて、まあ、私インスタしてないんであれなんですけど、まあ確かにまあ言ってることは的を得てるよなって思って、まあ、しんどくならないコツはね、諦めることって言われたんですよ。諦めることかと思って、ちょっと一瞬考えたんですけど、一番難しくないって思ったんですよね。医者の帰りもね考えてたんですよ。諦めるってそう簡単にできないよなって、その多分自分のキャパってあって、人と比べないってことが大事なのは頭で分かってる。で、私の周りも誰も私を頑張ってないとか、もっと頑張れとか責める人は一人もいないんですよ。なんなら先生もそうだし、周りもそうだし、みんなベルちゃん頑張ってると、ありがたいことにね、こんなひいひい言って自分ではできてないと思ってても十分頑張ってるよって、偉いよって言ってくれるんですよ。でも多分自分が自分頑張ってるって認められないから受け入れられないんだよね、その言葉を。さ、誰かに頑張ってるねって言われてもありがとうって言うけど、本当にあなんかこう心に浸透するというか、頑張ってんだな自分みたいなって思えない。そこがねやっぱりこう自分が一番厳しいんだよね、で多分自分も普通の人と比べるから普通を求めるのよ、自分に対しても。というわけでね、まあ私のこう最近のっていうか、もう多分ずっと悩んでんだろうけどね、ずっと苦しんではいるんだろうけど、他人とか自分とこう比較して自分の気持ちがこう揺さぶられるっていうのが昔から私の悩みなんだなっていうことに今回の受診で気づけたよっていうお話でした。それじゃあビルでした。バイバーイ。